秋田の農産物を物流で応援。畑は笑顔。この番組は畑の応援団秋田アグリサポートとご覧の皆様のご協力でお送りします。さあ、今回ご登場いただく旬の農産物はこちら。こんにちは、 JA 秋田山本の長ネギです。今日は私のふるさとを紹介しますね。三種町外岡地区のビニールハウス、ここで育つのは来年の3月に収穫予定の長ネギです。こちらが私たちを育ててくれている田村さん。実家の農業に携わるようになって12年が経ちました。収量が上がったことですね。始めた時は収量自体が上がらず、ほぼ赤字みたいになりかけたんですけども、その年は運よく単価が高くて、なんとかそれに救われたっていう形なんです。この年はこれを植えてればいいっていうものがなくて、その年その年によって単価がもう全然違うんですよ。安定して収量を上げて食べていけるようになるのが最大の目標になるかなって思います。 JA 秋田山本のネギ部会は58人、情報交換をしながら地域のネギ栽培を盛り上げています。農業っていうのは一つのコミュニケーション手段であり、一つの仕事でもある。やっぱり仲間がいるっていうのは心強くて、耕作放棄地が増えてきてるんで、そこに誰かが入って農業をやってくれるのが一番嬉しいです。長ネギの周年栽培を目指す田村さん、ハウスでは3月と6月に収穫する長ネギを育てています。いろいろな料理で活躍する長ネギ、ぜひ味わってみてくださいね。今年も美味しく育ってくれてありがとう。